しいよね。そう、なんかよく見る光景だと思うんだけど、京介さんとかチューニングがまともにできずに舞台に上がってること何度かあって、まあ今は多分できる、今はもちろんできるんですよね。そうそうそう、うん、そう、僕もダンスクラブとかさ、全然その、なんだろう、ギターとか、うん、本当できないっすわ。いつも寮母にチューニングしてもらって、その、あのアンプのつまみの位置のとこ教えてもらってみたいなことやったりするんですけど、それでも、ね、やっぱり見せ方とかで下手でも楽しめるっていうのがいいとこですよね。うん、本当に楽しいですわ。大丈夫そう。よし、やるか。よし。じゃあちょっと雰囲気を作り直して、では最後の曲です。この高鳴りを何と呼ぶ？I'm not afraid to die.
けらしい。